柴田さん、本日はお時間をいただきありがとうございます。どうもありがとうございます。では早速ですが、自己紹介とこれまでに取り組まれてきた研究について教えていただけますか。はいはい、わかりました。自己紹介なんですけども、私はずっとこの大学を卒業して以来ですね、この炭というよりも木材の熱分解の、関係の仕事をやってまいりまして、大学を卒業して、その会社に在籍しながら、卒業して20年その会社に在籍しながら、その後当大学立命館大学の政策科学部の修士に入りまして、そこでいわゆる森林とですね、林業とそれから 農業との組み合わせを通じた地域開発をですね、本業のそういった炭とかバイオマスの有効利用というような観点での研究を進める、そういうようなことをやってまいりました。それでずっと今に至ってるわけですね。でそこの中でのそのやはり基本は地域のですね、日本においてもこれは世界においてもなんですけども、林業それから農業、これがどうしても第一産業、これは漁業も含めてなんですが、どうしても衰退していってるというような現状がございまして、それをいかに解決するかで、今まで研究してきたその炭を使ってどうして何かのその炭を通じた新しい切り口、新しい産業、新しい、地域開発をしたいと思って、今まで研究してます。それでバイオタンについてはですね、どうしてもその地域に余ってる、例えば放棄竹林とか地域にある、いわゆる間伐材とかですね、それから地域にあるいろんなそのバイオマス、未利用バイオマスがあるわけですよね。でその未利用バイオマスをその熱分解といってその炭化をして、そこで出てくる炭をいかに有効に使うか、これが一つの大きな流れとなります。ですからその中で の研究を進めてきたつもりです。なるほど。ではバイオタンを使って地域振興を進めていこうというような思いでこれまで続けてきたということですか。そうです。ありがとうございます、はい。それでは柴田先生がなぜバイオタンに注目されたのか教えていただけますか。はい、バイオタンというのは先ほどもちょっと言いましたけども、その地域の未利用バイオマスというんですけども、例えば放棄竹林とか放棄竹林の竹とかですね、それとかいわゆる間伐材とか、それとかいわば剪定枝、いろんなその果樹の剪定枝ありますよね。であと農業残渣といいましてね、豆の取った後のカス、言ったら言い方が悪いですけども、そういうふうなもんがあります。それとかみんなご存知のように、典型的なのはもみ殻ね、お米食べるでしょ、はい、でその時にはこのもみ殻いうのが出まして、でそのもみ殻を使って炭にして、それをその農業資材にするというようなことで、バイオタンをバイオタンにしてね、そういう未利用のバイオマスを炭にして
まあ、僕らバイオタンと呼んでるんですが、炭にしてそれを有効利用すると。で、私の研究においてですね、昔から考えていたのがその二酸化炭素削減ということなんですね。で、同時にその今ちょうど COP3 京都議定書というのがありまして、COP3 で、京都議定書で、世界的に二酸化炭素削減をしなければならないというような話になります。で、そういうようなことを考えてみますと、バイオ炭は炭で結晶化してるわけですね。炭というのはね、大体あの炭素がで、炭素がね、結晶化して、結晶化することによってその分解しなくなるんですね。で、ですからああいうふうにその炭は割った時になんかキラキラしてますよね、表面がね。あれほどその結晶化しとるわけです。ですから土の中に入れても分解しない。で、そういう特性を使って二酸化炭素を削減する、そういうふうな特性があるので、地域振興と二酸化炭素削減、これ一本に入れたらすごいことです。確かに、ですからそれによって田舎を助け、でそれによって人類の目標たる二酸化炭素を削減すると、まあ、同時にできたらいうことないんではないかと、そう考えました。なるほど。では地域の未利用のバイオマスという資源を使って、先生がもともと関心のあったというか力を入れていた地域振興と持続可能な社会の実現ができるという点で注目されたということですか？そうですね。これ A プラスですわ。ありがとうございます。では続いて、なぜ黒部市のプロジェクトを土方先生は長年続けてこられたのか教えていただけますか？この黒部市プロジェクトは約13年4年前ぐらいから、始まってるわけなんですけども、炭をですね、実際に使ってもらうのは農家なんですね。で、炭は簡単に言いますと二酸化炭素削減をするためだけでしたらどこへ埋めてもいいわけなんですが、ただ炭を今までは日本人はですね、燃やしてバーベキューに使うとかですね、それとか燃やしてこたつに使うとかですね、暖房に使うとか、そういうようなことをしてましたんですが、だから炭というのは燃やすものと考えている人が多かったんですが、それを土の中に埋めてもらうのは二酸化炭素削減にならない。で、その埋めてもらうのには出てですね、炭というのは穴がたくさんありまして、その中に土壌菌が住むわけですね。そして土壌改良になるわけです。土壌改良というのは農業の土壌、農業土壌の改良になるので、非常にその作物がよく育つようになります。ですからそういうような意味で農家にそのバイオタンを使ってもらって、土壌改良して、いい作物を作ってもらうのが好循環のその一つのやり方なんですが、ただ残念なことにそのバイオタンは作るのにお金がかかりますよね。で、農家は疲弊していて、その新しい資材としての高いバイオタンを使うのがなかなか難しいということで、そのバイオタンを使った農地ででけた作物を高く売れるとか優位に売れるとか、その何かしらのその農家のアドバンテージを与えるというようなことを考えてまして、そしたらそういうふうな環境保全型の、環境保全ができるような野菜を作ってもらって、それを売っていこうと。で、その時に、私も考えましたよ。どういうふうなブランドがいいのか、結局ブランドですからね。そしたらその時に、地球を冷やす
クールにするベジタブル、あ、なるほど、ですからクールベジタブルで略してクールベジ。でクールベジというのもいいんですが、ちょっと言いにくいからクールベジでいこうと。まあこれはあのアルコールとともに長年研究した成果ですなるほど。でまああのこのですからこのクールベジにかかるプロジェクトは、その農家を本当に疲弊する農家を助け、かつ地域のその未利用バイマスを使えるというようなね、循環型の社会に対しての新しいチャレンジでもあり、新しい提言でもあり、で農家さんが、選べるその一つの自分としての経営者としての提案の一つになると思います。ですから全ての日本人、全ての、あの国の人が同じような条件です。あのできるというもんではなしに、その地域地域にある未利用バイオマスを使って、炭を作り、バイオタンを作り、それを使ってその地域の野菜、地域のフルーツ、地域の農作物を作るというのが一つのこのクールベジタブル、クールベジのテーマなんですね。はい、ではその地元の、バイオマスの資源であったりを用いてバイオタンを作る地産地消的な社会解決策として、これから活用できる可能性がありそうですね。もちろんですから、その、ね、あんまり専門的な話もするもなんなんですが、その地域で回すというのが LCA なんですが、あのこの炭の研究者と一緒になってずっと続けてきました。で特に私としては、そのちょうど約20年前にそれの研修、炭の研究者だけ集まって、木質炭化学会というのを立ち上げまして、まあ、今私が会長してるんですけども、日本の大学のいろんな先生とともに いろんな分野の研究を、あの炭に関するいろんな分野の研究を進めております。よくわかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。柴田先生の考えるバイオタン、クルベジの未来への活用可能性について教えていただけますか。日本全国いろいろなバイオタンがあります。またあの世界的にもいろんなバイオタンがを作れる可能性があると。言いますのは、特に熱帯熱帯におけるその植物の状況等を考えますとですね、いろんな国にいろんなあの未利用バイオマスがあります。それで、特にですね、新しい地域循環型のこのバイオタンを使った農業および、林業の活性化、それから例えばゴルフ場に生える、芝とか、それとかいろんな未利用バイオマスがあるんで、そういうのをそのいろんな技術を使って安く、かつその農家が使いやすいような形で、また作物品種ごとにどんどん作っていくというようなことをすることによってですね、世界のその農業を助けれる元に一つの選択肢になると考えています。でそういうふうなことをすることによって、いろんな各国が二酸化炭素削減が進めば、もう一石三鳥ぐらいな話になると思います。今世界的には4パーミルというような動きもありまして、この4パーミルは、0.4% の土壌炭素を毎年増やしていくということで、世界中で使われている化石燃料の CO2 量を相殺するというような運動です。
まあ、それも日本はどんどん積極的に参画していくというような話もあります。で、私どもも当然そういうようなことをどんどん進めていくつもりです。まあ、地球と日本とそれからあなた方若い人の未来のために頑張って生きてる限りやっていきたいと思ってます。本当に、残せるものは残せて いったらいいなと思います。今ちょうど菅政権で、今までのアゲンストの風からフォローの風に変わってきてると思います。どんどん新しい法律、いろんなことができてくると思いますんで、今私どもも国からの推奨からも多額の研究費をいただいていろんな研究をしています。それですから、その研究をこの数年来にまとめて、最終的には大阪万博でパビリオンを作りたいなと思ってるぐらいです。みんなで一緒に頑張ってそういうような活動を広げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう。